今回は手筋をやっていきたいと思います。問題は全部で3問で、すべて黒線の問題ですね。ではまず左上の問題からやっていきたいと思います。左上の問題はこれは、黒が手筋を使えば白石をですね、取れてしまうという問題ですね。まず失敗図なんですけど、こちらに移ってですね、これは白に押さえられて、何かここら辺打っても、これ取られてしまって、ここ押さえても取られて。この程度だと失敗ですね。これは失敗と。何も手になってないですか。で、他に失敗図としてはこちらに移ってですね。この手も、こちらに白から打つ手があって、これ押さえると切られてしまいます。切られちゃうので、失敗と。なので、こちらに打っても、単に出る手とか、当たり打ってつなぐ手とかがあって、この白石が取れませんので、これも黒は失敗なんですね。なので、正解は、こちらに打つ手が正解でした。もうすぐにこちらに打ってしまうんですね。で、白がこれ繋ぐしかないんですけど、繋いだ時にもうこちらに打つのが手筋なんですね。これどういう意味かっていうと、白がこういうふうに打ったらこれで取っても取り返すっていう形があるので。で、こちらに打っても、こう打って、ここに切ってもやはり取りまして、白が取っても、これ取り返すという形があるんですね。これで白石全部取れますから、つまりこう打てば白石を全部取ることができるんですね。これに対しても、これも、押さえてしまって、これに対してもこうやって、取っても取り返すと。取られても取り返すと。これ取れてますと。こっち打っても押さえて、取れてると。当たりなので取れてる形です。なので、この形はこちらに打つのが手筋でした。じゃあ続いて右上の問題見ていきたいと思います。右上も、これも黒から手筋を使えば手になるという問題なんですね。まず失敗図なんですけど、こちらに打つ手ですね。これ白が押さえてくれれば、こちらに打つ手があって、取りに当てて、これは黒が取り番の功という形になるんですけど、こうなれば成功なんですけど、こうはならないんですね。この時に白からうまい受け方があって、こちらに打つのがうまいんですね。ちょっと気づきにくいんですけど。で、黒が入った時に遮って、こう打ってもこの形は隻という形で、白が無条件で生きてるという形なんですね。なので、失敗ですね。これは生きてると。なので、正解は、こちらに打つのが手筋でした。この黒の下がりがあるときは、ここまで打つ手があるんですね。で、白がこう打ったときに、こちらに打って、こうやって、これ繋ぐと死んじゃう、簡単に死んじゃうので、これは、ここに白が打って、黒取り番と、黒取り番のこうという形になるんですね。なので、この形はここに打つのが正解でした。では最後に、下の問題見ていきたいと思います。これはですね、白地のように見えるんですけど、実は黒から打つと、手があるという形になるんですね。まず失敗図なんですけど、ここに逃げる手ですね。ここに逃げる手は、単純にここに打たれてしまって、
で、これは何も手がないので失敗ですね。まあ、かといって黒がこちらに打っても、白にここに取られてしまって、まあ、これも何も手がないので失敗ですね。なので一見、白の確定地のように見えるんですが、手筋を使うと手になるんですね。正解は、ここに打つのが手筋でした。まあ、これで手になってて、まあ、白が右側を受けると、ここに打つ手があって、まあ、ここに切るのは、単純に当たりから繋いだときに、ここに打つ手があって、白石を取れてるという形なんですね。これ、ダメヅマリという格好なので、白が取っても、黒が取り返すという形がありますので、これ取れてますね。これ大成功。なので、まあ、ここ繋ぐんですけど、まあ、ここに打って、こうという形になるんですね。ここのこう争いですね。まあ、かといってですね。まあ、こう打ったときに、まあ、白が、例えば、ここですね。ここに打ったときは、これはここに打つ手があって、まあ、ここに取ったときに取りまして、まあ、やはりこれもですね、まあ、ここに白が繋いだら、ここに打ってこうという形になりますね。これも手になってますと。で、白が左側を受けた場合ですね。左側はこれで受けれてるんですが、この時はこちらに逃げ出す手が成立してるんですね。白がここに出るのは、こちらに打って、この白石取れますから、白が取っても取り返すという形があるので、これは黒大成功です。大成功ですね。で、ここに繋いでも、これ黒が繋ぐ手があって攻め合いなんですけど、白があと2手ですので、これは白が取られてるという形なんですね。ここ出ても、これで取られてる形ですし、こっちに出てもここに打って、白が取られてますので、これは黒が大成功ですね。なので白がどういうふうに受けても手になりますので、この形はここに打つのが手筋でした。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。